Market Scramble。 月曜の夜はマーケットスクランブル始まりました。マーケットスクランブル、本日も MC の遠蔵さんこと田代岳さんと私横尾でお届けいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてなんか先週はすごい寒い、こちらすごい冷えてますね東京っていうお話でスタートしたんですけれども、あらあら今日はちょっと暖かくなりましたし、そうですね、相場はなんか1週間でがぜん盛り上がってきてるんで、ちょっとホットな皆さんが増えてるんじゃないかなと思いますが、日経平均15,000円、ドル円は100円乗せと、ちょっとすごい1週間で雰囲気が変わりましたね。ガラリと景色変わったっていう感じ。あっさり ね、ちょっと1週間で1000円以上はちょっとやりすぎでしょみたいな感じですよね。いや本当ですよね。なんでちょっと、まあ、今日午後夕方から円高結構きつくなってきてるかなっていう感じ。でもまた100円台戻ってる。戻ってるんだ、そんなにね落ちないですよ ね、日経平均もさっき 15,110円の東京の安値も割れて、そうですね、先ほどね割れたけど、またすぐ戻っちゃいましたよね。おお、なんかやっぱ強いですね。ダメですよね。ダメなの。いや押し目で買えないという。そう、押し目なしに、押し目買いに、押し目、待ちに押し目なしになっちゃいましたね。なんかちょっと本当下げてほしいところなんですけど、今週もなかなかあまり買い場見つからないですかね。待ってるとなんか逃しちゃう感じになるのかな。まあちょっと少し調整すると思うんですけどね、でもそんな深くないと思うんですよね。いやでも本当にガラリと変わるもんですね。ちょうどアベノミクスが始まってから1周年というところで。そうですね、やっぱりちょうど5月の高値から半年で皆さん腐った信用が切れたかなみたいな感じですよね。そうですよね。信用どうなっていくかなと思ったら、それが抜けたらあらあらあらっていう感じで、まあやっぱりちょっとこれから年末に向けて、だいたい年末相場って結構作られていきやすいっていう感じがあると思うんですけど、11月から12月って、日経平均は上がりますよね。そうですね、特に税金の証券税制の問題なんかもありますが、いよいよちょっと盛り上がってくるかなという感じで。そうですね、はい、ちょっともう温まるといいですねこの番組の後とか言ってたら温まってきたじゃないですか。いい感じですよね。いや、まあ、正面が暑いだけだと思うんですけど、いやいやでも暑くなるって大事ですからね。というわけでですね、今日はこんな風に盛り上がってスタートしちゃったんですけれども、これから30分どうなるかなっていう風に楽しみに、皆さんもご視聴いただきたいと思いますので、ここでゲストをご紹介させていただきます。はい、はい、では本日のゲストをご紹介させていただきます。東岳証券代表取締役社長生美秀明さん、そしてお隣はですねメビウスクラブ代表岡本雄志さんです。はい、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう岡本さんはね何度もいらっしゃって、生美さんなんかねもうしょっちゅう出てらっしゃるような感じなんだけど、そうなんですよ。そうなんですよね、特番の方では、特番の方はよく、ね、面白い話を聞かさせていただいてるんですけどね。はい、なんですけどレギュラー放送の方初めてということで、はい、いつもレギュラーでお越しいただいておりますメビウスクラブさんの方と現在タイアップされているということで、はい、生美社長よろしければちょっと自己紹介を簡単にお聞かせいただければと思います。はい、東岳証券の生美です。今日はよろしくお願いします。お願いします。全く個人的なことですけど、はい、今年で相場人生、相場業界ですね、はい、30周年になりまして、メモリアルです。30年いますとね、まずいろんな世界ね、いろんなことを見てきましたけども、はい、甘いも辛いも、はい、今日は話せる部分で話したいと思います。よろしくお願いいたします。もう酸いも甘いも噛み分けたっていう感じで、もう本尊登場の感じの面白さですね。はい、話さないこと聞きたいですけどね。まあ、今日はちょっとあれということで、特別に楽しみに聞かなきゃいけないですね。というわけで今日はですね、生美社長にいろいろお話を伺い させていただくんですけれども、まずは、今日はどんなお話を伺えるかということで、タイトルで挙げさせてもらったんですけども、はい、相場で損する方法という、相場で損する方法、まあ、世の中の儲かるための方法というのはもういろんな本屋さんに行ってもね、まあ、いろんなテレビ見ても載ってますけども、でも実際にそういう本を読んで、本当に儲かった話僕実は聞いたことないんです。そうですよね。でところがね、損する人はいっぱいいるんだけども、
その損をする人の、はい、まあ、行動パターンというか、まあ、実際に取るアクションだとか、いったのを見ていくと、意外とこう共通点が多くありまして、ただ逆転の発想になりますけど、そっちの方を追求していって、べからず衆じゃないですけども、こうやらなければ、その反対で、成功につながるんじゃないかなっていうような発想で、実は15年ぐらい前から、このタイトルでずっとセミナーなんかで話をさせていただいてます、特番でもいろいろお話を伺いましたよね。そうですね、で今日は、非常にこう時間が、かなり限られてるんで、いつもはこれ2時間3時間かけてのセミナーをじっくりと、いただくんですけども、今日はもう時間も限られてますんで、もう一番最初からもう結論をね、言っちゃおうかなと思いまして、相場で損する方法のズバリ結論、一番結論言います、資料の一番最後のページよろしいですか、多分これちょっと画面を通してはこれ文字が見えないと思いますんで、私は口頭でその最初の部分だけ、もう結論がズバッと載ってるんですけども、これは何を持ってきたかというと、トレーダーとしてはもうカリスマで非常に有名なアメリカのラリー・ウィリアムズについては皆さんご存知だと思いますが、その彼の本で、ちょうど何年前なのかな、20年ぐらい前になると思うんですけど、当時日本では日経新聞出版社から出たと思います、日本経済新聞社から出てるということで、そうですね、タイトルが相場で、また逆ですけどね、相場で儲ける方というタイトルの本でラリー・ウィリアムズの相場で儲ける方法、そうですね、この中で、ページ言うと35ページから37ページをそのまま抜粋してきたのが、今の画面なんですけども、その冒頭で、相場で、どう動くかを予測するのは最悪であると、まず結論付けてるんですね、早速耳痛いかも、そうですね、私みたいなこう無名な人間がね話をするよりも、ラリーってのは本当ね、もう相場してる人で、知らない人は多分いないと思いますけども、彼がもうまずこれを結論付けてるんですよ、相場が上がるかと思うかという質問に対して、彼はそんなことどうでもいいと、っていうふうに締めくってるんですね、いかにその予測をすることが無意味なことか、愚かなことかということを非常に厳しく言ってるわけなんですけども、結論はここですよね、じゃあ予測しなかったらどういうふうにポジションを取るんだって、そうですよね、一般的には上がると思うから買うんだろうし、下がると思うから売るんであろうけども、じゃあ予測しないということになると、どうポジションを取るかというふうな話になってきます。じゃあその前に、じゃあ上がるだろうとか下がるだろうとかというのは、一体何をもってその、探るかというところで、一つやっぱりチャートの形を見ながら下がると思い、見ると思います、でその時に例えばその上げ相場であれば、要はトレンドの形で言えばこう右肩上がりの形が上げ相場ですよね、でじゃあ上げ相場の中身を実際にこう細かく分析していくと、上げ相場っていうのはちょっとこれ資料チャート、これ私明らかに上げ相場の期間をわざとこれ選んで持ってきました、ドレンチャートですね、時期は2012年の4月2日から2013年の6月18日まで、営業日して314営業日分のチャートです、これ誰がどう見てもこれ上げ相場ですよね、そうですね、じゃあこの上げ相場の中で、上げてる日の数と下げてる日の数、どれぐらいあるかというのを、実は数字でカウントしてみたいんです、で何を見ていただきたいかというと、一般的には上げ相場っていうのは、上げてる日の数の方が下げてる日の数よりも圧倒的に多いから上げトレンドが作られてるっていうふうに多分皆さん思ってらっしゃると思うんです、チャートを見た印象はもうそういう感じですよね、そうですよね、じゃあ実際にカウントしてみましょう、今もじゃあ答えちょっとお見せしますけども、ズバリですね、314営業日中ですね、前日比プラスだ、上がった日は160日、前日比プラスが160日、前日比マイナス日の日、これ151営業日、変わんないですね、前日比変わらずが3日ですから、そうするともう上がった日の割合っていうのは、パーセンテージにすると 51%、もうほぼ五分五分ですよね、ほとんど変わらないですね、あのチャートでこの五分五分ってなんかちょっと意外な数字ですよね、だと思います、じゃあ上がった日の幅の平均がすごく大きくて、下がった日の幅の平均が小さいからああいうトレンドになってるだろうという次は思うわけですけども、その下に数字出てますけども、上がった日の平均幅44銭、
下がった日の幅は38銭、まあそれ上げ取るんだから若干多いんだけども、うんうん、でもこんなもんですわ、うん、意外に差がないですね、はい、ピップ差っていうか。次ちょっと過去というのを見てみましょう、うん、はい。これは日経平均の、うん、あ、失礼ですね、ドル円チャートですね、はい、ドル円チャートの明らかに下がってる期間を選んで持ってきました、うん、はい、やっぱ同じように下げ取るんですから、はい、下がった日の数の方が圧倒的に多いと思われますけども、うん、はい、次お願いします、はい、こうです。上がった日が112、うん、下がった日が144、はい、イーブンが4、うん、はい、下がった日の割合は 55%、うん、これもやっぱりその極めてイーブンに近いですよね。でそれぞれの値幅の平均も43銭に対して41銭、これもほとんど同じに近いですね。だから全く2分の1の結果の連続でああいうふうなトレンドとかが発生してるわけなんですよ。あ、なんかレンジトレードとかその揉み合ってるなっていう時にその数字が出るとストンと分か、そうなんだろうなっていう想像がついたりしてたんですけど、はい、こんなにがっちりしたトレンドでも実は蓋開けてみたらこんなに偏りがないっていうのってちょっと意外、ね、うん、意外であまり考えたことがなかったです、こういう風な見方って。そうすると、まあ、相場っていうのは結局その2分の1の結果が連続した結果、生じた形であって、でそうすると2分の1の結果を毎日毎日これから上がるだろう、下がるだろうって予測するっていうのは、非常に無駄なことっていうか、意味がないことじゃないかなっていうふうに思いましてですね。はいはい。で先の冒頭の話に戻るんですけども、まあ、予測がいかにこう無駄か、愚かなことかというところにつながってきます。はい。うわ、なんかこんなにあっさり数字で出てくるので遠藤さん思わなかったですね。いや、そうすると何が分けるんですかね、その連続した出方なんですかね、はい、だと思います、はい、うん、あー、そっかそっかそっか、うん、トータルの数では変わらなくて連続した出方でトレンドのかチャートとして出るということですね。そう、うん、はい、いや、ちなみに生美社長どうしてこういう風な感じで見てみようというふうに思いつかれたんですか。そうですね、はい、自分自身が、はい、まあこれは増刊後の時に言ってるからいいか、はい、あ、いやいや、ぜひぜひ、ぜひ、もう大事なところなんで、ぜひ、いいかっていうのは、はい、本当は、うん、いわゆるそのブローカーに勤めるその外務員っていうのは、はい、自分で売買しちゃダメなんですよ。手張りはそうですね、はい、随分やりましてですねこれはもう、時効だから言ってもいいんだろうけど社長、時効なんです業界に入ってちょうど10年目ぐらいの時に一生懸命ね、お客さんにこうセールスしてもね、はい、そんなもんお金だったら自分でやれって言われたらそれが一番詳しくて、はいはい、で自分でやっぱりやってみたら、うん、まあ、10年もやってれば少しはうまいつもりだったんですよ、はいはい、まあ、ボコボコに損しましてね、はい、もうそれも3ヶ月間で当時のこう年収分ぐらい損して、その時に初めて自分のお金でこうトレードするっていうことのこう難しさっていうかを感じまして、そっからですね、初めて真剣に勉強したりしたのが。でそうすると世の中にこう出回ってる本 の、はい、ほとんどが、うん、あんまり役に立たないということが気づきましてですね、はい、ずっとこう突き詰めていくと、はい、結局絶対的なものは何かというと、はい、今の答えなんですよね。あ、要するに上がるか下がるか、うん、相場でもそれしかないと、うん、でそれ以外になんかこう当たる方法とか、うん、を探そうとするから、はい、結局ないものを探し続けてるだけなんだ。そうですね、答えはないけど、はい、こうだろうなっていうのを元にってことですもんね、はい、聖杯とか言いますよね。ですよね。ただじゃあもう一番の前提を、はい、もう2分の1っていうところにも徹底してこう、割り切ってっていうか、はい、前提にして考えたら、じゃあその2分の1の連続のゲームの中で、はい、どうすれば勝てるかっていうことを追求していた結果が、まあ、今日させていただいてる話になります。というか、なんか FX 会社の社長さんで実際に自分でいろんな取引をしてその中で失敗もされてっていう、こういうお話なかなか出てこないから結構インパクトがありますよね。そうですね、うん、なんか面白い切り口でしたよね。面白い切り口です。ちょっと名誉挽回で、はい、3ヶ月で年収分で損したんですけど、はい、その後3年かからずに損した分は相場で全部取り返したのが僕の自慢です、はい、おでもそこが大事ですよね、はい、でそのじゃあその取り返していく中で自らそれで、はい、この何て言うんですかね、うん、この負け方っていうのを知っていったということなんですかね。そうですね、まあ、トレードのやり方ですよね、うん、上がるか下がるかいかに予測するんじゃなくて、うん、動いている中でどういうふうにそのポジションを持って落としていくかということが大事だということを、はい、気づいていきました。じゃあもうその時点でそのエッセンスをこう身につけて、はい、その3年間で、はい、もう方法論はそこで確立したって感じなんですか。一番ベースはそこだと思います、一番のベースはですね、はい、まあ、そこからの応用はあるんでしょうけども、はい、でも一番の基礎はそこだと思っています。なるほど、はい、
すごく実践ですね。そうですね。でやっぱり負けるまではみんなあるけど、そこから取り返せるかどうかっていうところですもんね、相場って次にじゃあ生きていくみたいな。いや僕一番気になるのはどこに注文発注してたのかなみたいなそれが気になるけど、まあいいや。聞きたいねどこに出してたのか。というわけでですね、実際にはその確率1/2、それは実際どういうものかっていうのをまたこの後半、番組後半でですね、詳しくお話を伺っていきたいと思います。後半が面白いですよ。面白いです。ちょっと見逃せないので、すごい面白いのが出るから絶対見といてください。はい、お楽しみに。では一旦 CM 入ります。証券代表取締役生久秀明社長とリリースクラブの岡本さんに、負ける相場、それ、ね、相場で損する方法、はい、っていうのをちょっと前半詳しく伺ってるんですけど、損する方法の逆やれば、はい、勝てるって、ね、損する方法に自分が当てはまってるのを少しずつ外していったら勝てるよ。昔から言うじゃないですか、曲がり屋に、はい、曲がり屋につけ、曲がり屋につけですよね逆にね言いますよね、うん、だから実際そのどういったところでやっぱり一番大事なエッセンスは、予測しない。そうですね。そういうその相場を予測してトレードをしない、うん、ということだったんですが、その生久社長が相場のトレンドの中でお話しいただいた1/2の確率、うん、実際にそれってどういうものなのかなっていうのをですね、ここから後半画面で皆様にお伝えしながら詳しくお話しさっきお話した、はい、そのほとんど 50-50 というのが今度このチャートで、うん、現れてくるんですよね。すごいですよね。はい、いや、はい、ちょっとこれは先ほど打ち合わせでお話聞いててびっくりしちゃいました。五分五分のお話では生久社長よろしくお願いいたします。はい、はい、前半の続きになるんですけど、はい、じゃあもう相場っていうのは1/2の結果の連続の、はい、まあ、現象だという話をしましたけども、はい、現実に1/2の結果が何回も何回も数多く繰り返せば、うん、じゃあその結果によってのその例えばグラフっていうのはどういう形になるかっていうのを、はい、ちょっと今日はあるゲームを使ってちょっとお見せしたいと思うんです、はいはい、面白いですね、はい。まあ、現実はまあ相場は1/2とは言っても、うん、いろんなそのバイアスというかその要因がありますから、うん、やっぱり勢いもあるでしょうし、うん、はいはい、あのトレンドが強烈なトレンドが発生しないことというのは、うん、ほら起こり得ますわね、はいはい、じゃあもうそういう強烈なトレンドが起こり得ない世界のまあ一つのまあゲームとして、うん、はい、今日はあのコインを投げて裏が出るか表が出るかというゲームをしてみたいと思うんですが、はいはい、コインを投げて裏が出るか表が出るか、はい、これって表が出る確率って何パーセントでしょう。1/2ですね、50% ですね。じゃあそのコインを投げるという、はい、アクションを、はい、250回、250回、はい、今日投げてみたいと思います、うん、はい、250回はまあ大体1年の、はい、まあ、相場が立てるまあ営業日の、そうですね、はい、はい、毎日上がるか下がるか、うん、もうこれを裏から出るか表から出るかという、はい、アクションで250回投げる、はい、それをグラフにしたいと思います、はい。で表が出ればプラスの1、はい、裏が出ればマイナスの1、はいはい、で折れ線グラフを書いてみたいと思います、はいはい、ところが今、うん、250回本当に投げたら、うん、時間はるかにオーバーしちゃいますんで、はい、ちょっとここでパソコンの力を借ります、はい、パソコンで、まあ、ランダムな数値を発生させて、はい、プラスかマイナスか、はい、でまあ、先ほど言った通りプラスが出たら、うん、表が出たらプラス1ということで、はい、グラフ上で、プラス1個、うん、続けて次また表出たらまた1個、うんうん、裏が出たらまあマイナス1ということです、はい、でこの結果250回投げた、はい、結果のグラフっていうのは、はい、どういうふうになるかちょっとイメージをですね先にお聞きしたいんです。私のイメージは本当にこう、はい、こういうなんていうんですか、
チャートで言うと、はい、それこそもみ合いみたいな、はい、なんか上行ったり下行ったりこういうのが、はい、波みたいになるのかなっていうのも本当に 50% のイメージです、はい、ですよね、はい、まあ、僕が聞くとしたらまさにそうやって答えるだと思って今お聞きしてるわけなんですけどあのいや当然ですよね、はい、あの2分の1の結果の連続ですから、うん、まあ、たまに2連チャン3連チャンがあるとしても、うん、対数の法則で数をいっぱい投げれば、うん、そのプラスマイナスゼロのところにこう収束していくっていうのが普通一般的な考えです、うんうん、おしなべてっていう感じですよね、まあ、一般的っていうのも確率論としてそうですよ、うんうん、統計学として、はい、じゃあ現実にそうかっていうのをちょっと やってみますね。で、はい、今あるエクセルのチャートをお見せします、はい、これも写してください、はい、これも最初に結論から言いますと、はい、250回投げたことによるこれ結果のチャートなんです、はい、コインの裏表のチャートですね、はい、これ過去に1回やったやつですね、はい、でこの瞬間、はい、このリロードのボタンを押すことで、はい、さらにもう1回、はい、250回を投げた現象を瞬時に起こします、はい、で先に結論言いますけども、はい、何回かやってると、はい、これが本当に2分の1の結果なのかと、はい、驚くぐらいの実はトレンドが出ちゃうことがたまにあるんですよ、はい、ちょっと出るまでちょっと1回何回やってみます、はい、ちょっとユーさんお願いします。ちょっともういきなりいきなりすごいですね。そうですね、今ね、はい、最初の5分の4ぐらいはそうですね、ほらギザギザっても明らかに上げとるんですよね、あれ一番下の線がね、はい、あれプラスマイナスゼロのところですから、はい、ちょっと僕も今いけないようにしましたけど、はい、ちょっともう何回かやってみます、はい、あこれイメージな感じですね、比較的、うん、あこれもね、うんうん、最初の先の後はずっと綺麗な上げとるんですよね、まあ、これも前半サムネチャーも強烈な上げトレンド、うわ、最後にキュッときますね、これも、あ、来た、まあ、これが2分の1の結果を連続したあれなんです、はい、でもね、これじゃ明らかに別に裏の方が多いかというと、はい、多いんですよ、はい、多いんだけどどれぐらいかというとちょっと数字見せます、はい、 C と1シート1、あの、カーセル出てる数字、あ、はいはい、ちょっと見 見えないんで 41% 表が出た数の割合は 41% ってことです、うん、102回表、148回、まあ、そういうことですね。これだけ強烈なトレンドでも 40% しかないってことなんですよね、はいはい、そういうことなんですよ、うん、40% であんなトレンドが作れちゃうってことですね、うん、そうなんですよね、いやまあ、繰り返してありますけど、はいはい、2分の1の結果の連続であっても、うん、もう今ご覧いただいた通り、はい、トレンドが出ちゃうんです、うんうんうん、ね、だから予測をするんじゃなくて、うん、まあ、これは儲かる方 その結論になっちゃうかもしれませんけども、あの動いた方についていけっていうことを言いたいんですよ、うんうんうん、でその予測っていうのは、はい、上がるだろうとか、うん、下がるだろうとか、うん、でそれでポジションを持っちゃうと、うん、もう今度は期待が入ってきますよね、はい、逆行しても、うん、これは上がるだろうとか、うん、まあ、次にはもう上がってほしいなってじゃないですか、うん、どうしてもポジションが維持になっちゃうけども、うん、考えなければ予測しなければ、うん、ひたすら動いていく方向についていくだけだったら、うん、それは逆方向ではこう自然にうん、自然に、損切りもできるし、うん、逆方向のポジションも取れるし、うん、でもこういうファンダメンタルでこういう背景があるから買いなんだってなっちゃうと、うん、逆の方行っても、うん、今は一時的だと、はい、ここは戻るだろうって期待が入ってきちゃうから、うん、結局ポジションに惚れちゃうわけですよね、うん、はい、うん、まあ、最初の話ですけど、はい、予測がつなったのはまあそこから来ております、うん、なるほどな、はい、確かに今の数字を見せられたら予測ってなんかすごく無駄な時間でいう感じはするんですが、ただその毎日が2分の1の確率どっちに行くか分かんないってなると、その1年通して出たチャートとかを見ると上げだったな下げだったなもみ合いだったなって分かるんですが、その時その時って売りなのか買いなのかってものすごく迷うような気がするんですよ。そうですね、はい、じゃあ次に、はい、じゃあ動いた方についていくっていうことの具体的なアクションの取り方について、はい、ご説明とお話をしたいと思うんですが、これについては、はい、ちょっと時間の関係もありまして、もし次回チャンスがあればお話させていただきたいなと思います。先生聞きたいですよね、はい、これは聞かなければいけないところですからね、あらちょっとなんか2分の1っていう数字って今まで本当に意識されたことありました、遠藤さん。いやなんかね、はい、僕最後のチャートのすごいもう明らかにほとんど戻りがないトレンドでも 40% しかなかったって、はいはい、あれがすごいなと思って、はい、やっぱり、ね、限りなくやっぱり相場って5割に近いのかなって、あれがびっくりですよね。びっくりです、うん、
なんか 40% であんな急なものが作られてしまう、うん、ちょうど今画面でもまた出てますね、うん、ものすごいチャートでいったら右肩下がりっていう感じで、いやなかなかインパクトがありましたね。そうですね、うん、なんかちょっと相場の見方に一つ新たなエッセンス加わった。やっぱり大相場を取りに行った方がいいんですね、大きなトレンドが出た時に。そうですね。いやというわけでですね、本日は2分の1の確率について東学証券代表取締役の生美社長に詳しくお話を伺ってきました。で、皆さんちょっと実際に2分の1の確率でトレードどうするのって思ってらっしゃると思うんですが、まあ、生美社長もまた機会があったらなんておっしゃっていただいてたんですけれども、機会があると思います。この後番組最後でですねまたご案内させていただきますので、ここで一旦 CM 入ります。お知らせです。岡本さんよろしくお願いいたします。はい、今日は生美社長にたくさん喋っていただいて、はい、面白い話です、はい、ここでタイアップいただいている総額証券さんですね、はい、テラスさんの方に協力いただきまして、はい、メビウスクラブの方で、はい、何度かこちらの番組でもご案内させていただいております、はい、EA の方ですね、はいはい、こちらのプレゼント企画、はい、こちらのご紹介させていただきたい、はい、よろしくお願いします、はい、すごく有能 EA ですもんね、これ。そうですね、こちらも6月、はい、半年近くやってきましたけど、はい、フォワードテストを実際に知らせている EA なんですが、はい、現在テラスさんのサイトの方ですね、はい、こちらの方で何回か開発者の方、はい、株式会社オフィスさんの、はい、山田社長の、そうですね、ご出演いただいて、はいはい、山田さんの開発された EA の、うん、はい、先月末時点で10月までですね、はい、テラさんのサイトの方で登録依頼のランキングと、はい、利益率のランキングなんですけど、はい、そちらの方で2位と5位、はい、前回1位と3位だったんですけど若干ちょっと平均化してるんですけど、はい、それでもまだベスト5に2つ入っているですね、はい、ロジックでして、はい、こちらの方がファイブネーションというのはもともとが5万円程度しているイエルですね、はいはい、こちらの2つはい、現在走ってる EA の、はい、まあ、パフォーマンスグラフですね、はい、こういったことになっています。はい、でユーロ円とドル円なんですね。あ、今ユーロ円とドル円がいい感じ。そうですね、はい、同時円がランク外になったんですけど、うん、はいはい、ユーロ円の方とドル円の方は堅調な動きしておりまして、堅調ですね、はい、まあ、今月、ちょっとユーロ円の方がここまで、はい、若干ちょっと、はい、調子が落としてたところなんですけど、はい、今日200ピップスぐらいリングいまして、またプラスに、まさに今日ですね、はい、月間プラスに転じてますんで、はい、でまたちょっと調子が割とどっから上ってきたというところですので、はい、今チャンスかなという、はい、うん、そうですよね、今までも山田社長のお話なんかだと、はい、ちょっと動きが鈍った後にいいパフォーマンスが出ることがおっしゃってますので、はい、ぜひこの機会にいいチャンスですね、いいところだと思います、はい、で実際のお申し込みの方法は、はい、はい、今ご紹介いただきました奥さみさんの EA をプレゼントしていただける、うん、プレゼントのお申し込みですね、はい、マーケットスクランブルのホームページの下の方にございますバナーですね、EA 無料プレゼント、はいはい、こちらをクリックしていただくと、はい、ビブスクラブのホームページの方に飛びます、はい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 、こちらの方でお申し込みいただいて、もうどしどしお申し込みをお待ちしてもって感じですね、はい、いや今日も非常に内容の深い話、そうですね、面白かったですね、はい、面白かったですね、そしてこの生美社長の、機会があったらっておっしゃっていた2分の1の確率についてということなんですが、うん、実
はですね、次回12月の9日月曜日にご出演いただけるお約束になってますよね、社長。ここでですね、実際にその2分の1の確率どういうふうにトレードに生かすかということで、より実践的なお話が伺えるということなので、皆さんもう年末を迫って忙しいところだと思うんですが、今日のより面白いかもしれない、今日のより面白いはずなんで、なんでも聞き逃しちゃ絶対いけないという感じですね、はい、ぜひ皆さんも9時になった、8時半になったら番組の、パソコンの前でお待ちいただきたいと思います。はい、はい、では本日も30分楽しいお話を皆さんありがとうございました。ありがとうございました。また来週皆さんお目にかかります。さようなら。